人において、鎖骨下静脈とは、左右両側にあって、鎖骨の元第一肋骨の上を通る、比較的大きな静脈である。同名の鎖骨下動脈と伴走するが、この動脈が全射角筋の後ろを通るのに対し、鎖骨下静脈は全射角筋の前を通る。鎖骨下静脈と内径静脈の合流地点には、体内の大半のリンパ器が合流している。 左右の鎖骨下静脈は共に液化静脈から連続してきており、第一肋骨の外側縁に始まり全鎖角筋の内側縁に向かって走行する。そして、ここで内径静脈と合流し、湾頭静脈となる。この合流地点の角は、静脈角と呼ばれている。鎖骨下静脈は、鎖骨下動脈に蛮行するが、全鎖角筋によって両者は隔てられており、 静脈は全部に位置している。また、第一肋骨には、全社角筋停止部の隣で、鎖骨下静脈が通るところに、くぼみがある。これは、鎖骨下静脈孔と呼ばれる。鎖骨下静脈は表皮に近く、屈曲が少ないため、静脈戦士や、高カロリー強静脈栄養、中心静脈圧測定のためのカテーテル挿入などに、用いられている。リンパ系は、 静脈で回収しきれない組織液やリンパ球や腸で吸収した脂質などをリンパ液として集めるのであるが、その大部分は左右の鎖骨下静脈、内径静脈で合流し、体循環に戻している。左右の元半身と左の上半身のリンパ液を集める胸管は、左静脈角付近に合流し、右上半身のリンパ液を集める右リンパ本管は、 右上脈角付近に合流する。ありがとうございます。